給料日まで残り1週間。伊藤海二は金欠だった。538、539、540。くそ、やっちまった。給料日までまだ1週間もあるってのに、残金540円。1日あたりに使える金額は約77円。くそ、これでどうやって晩酌しろってんだ。仕方ね、今夜は安く済ませるとするか。こうしてなけなしのペリカを握りしめ買い出しへ。数分後、カイジ帰宅。今宵の晩酌、厳しい制限の中、カイジが出した答えとは。もつ鍋、半額の税込み214円。まさかの予算超え、驚異の137円オーバー。この時点で残金326円。これにより残り6日間、カイジが使える金額は1日あたりわずか54円となった。が、しかしここでカイジまさかの中瓶。この暴挙により手元に残ったのはわずか1円。そう、この男かけてきた今宵の晩酌に全てを。まさかもつ鍋がこの値段で食えるなんてな。せっかくのこの機会、買わなきゃ誰かの用分。とはいえこの時点ですでに予算オーバーではあるが、相手がもつ鍋とくりゃ合わせるもんも妥協はできねえよな。ってことで今夜はこの半額のもつ鍋と瓶ビールで晩酌をしていきてえと思う。具材は牛もつにキャベツにニラ、ニンニクチップに輪切り唐辛子、そして蒸し麺って感じか。これらを付属の醤油スープを加えて煮込むだけ。圧倒的シンプル。これならミジンコにでも作れそうだな。牛もつは少ないように思えるかもしれないが、あっさりとした豚ホルモンと違って脂身も多くこってりしてるんで、なんだかんだこれぐらいでちょうどよかったりするんだよな。豚ホルモンといえばローソンのホルモン鍋が好きで、昔はよくそいつで飲んでたな。それが近年では人気が出始めて入手困難になったり、値段が跳ね上がったりと、すっかり遠い存在になっちまった。好きなマイナーバンドやマイナーな YouTuber が知名度を上げて、気づけばみんなの人気者になっちまった時みたいなわびしさだ。ま、このチャンネルにおいてはそんな心配はいらねえだろうから安心してくれ。すべての具材とスープを入れたらガスコンロにセットして、全体に火が通るまで煮込んでいくだけ。包丁もフライパンもまな板も調理器具は一切使わないでいいし、洗い物も出ない。その上簡単ですぐにできてコスパもいい。マジで神、神様の存在を信じるかって。それなら俺は台所で見たぜ。このホイル鍋系の料理ってなんかやけにうまそうに見えるんだよな。ホルモン鍋しかり、うどんしかり、チープなホイル鍋の中でグツグツ煮込まれてる様子が妙に愛らしいというか、心くすぐられるというか、何なんだろうなこの何とも言えない魅力は。例えるなら品高く育ちのいいお嬢様のような子が好意を抱くにはとても似つかないような貧乏で質素な男が、食事で気の利いたレストランに連れて行くこともできず、なけなしのお金をはたいて不器用ながらも調理したであろうそれを、美味しいねって満足げな笑顔で食べてくれる、そんな心温まるようなシチュエーションを絶妙に演出してくれそうな魅力っていうか、優しさとぬくもりのこもった愛情のようなものをこいつからは感じるんだよな。まあただ煮込んでるだけで愛情もへったくれもないんだけどな。よし、完成。そしたら冷えたグラスとビールを用意して。それじゃみんな今日も一日お疲れ、乾杯。冷えてやが、圧倒的いただきます。このプルプルとした牛もつ、
噛めば噛むほど広がるホルモン独特のコクのある脂の香りと牛の旨味で、ビールが、うん、こいつがよくビールに合う。いや本当にビールに最も合うお供が何かって聞かれたら、俺の中じゃダントツでもつ鍋。ビールのないもつ鍋なんてすっぴんの小梅太夫みてえなもんだろ。それぐらい必要不可欠。そういえば初めてビールを飲んだ時に合わせた料理って何だったかな。そもそも初めてビールを飲んだ時のことすら覚えてないような。まあいずれにしてもビールに対して苦手意識みてえなもんは初めからなかったように思う。なんせ酒を飲めるようになった二十歳の頃はもっぱらビールばっかり飲んでたからな。その辺の記憶は曖昧だが、これまでで一番うまかった酒のことははっきりと覚えてる。それも確か二十歳の時だった。その頃俺は夏限定で海の清掃バイトなんてのをやってたんだが、それが結構しんどくてな。日中炎天下の中、それも周りは海水浴やら酒やらなんやらで楽しんでる中でだ。おそらく連中たちが飲み食いしたであろう残骸を汗だらだら流しながらひたすら歩きまくっては処理をして、ようやく一日を終えたバイト後の夕方に、一緒にその日をしのいだバイト仲間と浜辺で飲んだハートランドビール、そいつが俺の中じゃ今でも記憶に残ってるって意味でも一番の酒だったな。とどのつまり、うまい酒を飲むのに高いも安いも関係ない。肝心なのはいつ誰と、そしてどんなシチュエーションで飲むか、それらを完璧に配合できた時、自分にとって特別な一杯が完成する。そうだ、金じゃ決して買うことのできねえ一杯がそこにはあるんだ。かくいうこの男、残金1円、いくら綺麗事を並べようとその事実は変わらない。結局のところこの世の中は金でしか手に入らないものの方が多いのだ。問題はその当たり前にいつ気づくかだ。くれぐれもご利用は計画的に。ちょっと相談なんだが。